こんにちは。はい、今日は新しくオフィシャルインフルエンサーに加わったお二人をご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、はい、愛と直香です。イエーイ。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたっけ、お二人伝えた。緊張しました。緊張しました。はい、感じですかね。緊張しました久しぶりなんで、はい、まあ、ということで今日2人には15秒間で自己紹介をしてもらいたいなと思ってます。どうですか、聞いてみて。ちょっとみんな見た、前やってたのとか。見ました。見ました、はい、あんな感じでやってもらえたらいいなと思ってますので、はい、楽しみです、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではどうぞ。はい、お名前なんですか。秋成直香です。はい、では今から15秒間で自己紹介お願いします。1995年5月3日生まれの、26歳です。大阪生まれ大阪育ちでずっと大阪に住んでました。で、趣味は漫画とかアニメが好きです。はい、名前なんですか。はい、西島愛です。はい、では今から15秒間で自己紹介お願いします。はい、お願いします。2000年生まれの3月22日生まれの大型です。趣味は友達と美味しいご飯食べて自然浴びに行くのが好きです。好きな食べ物はお寿司です。はい、2人から15秒間で自己紹介してもらいましたが、はい、どうでしたか。なんかもうちょっといけそうな感じはしますよね。なんかもっと2人のいいところをちょっと足りないなっていうちょっとアピールで、まだいけますね。まだいけますね。ということで、はい、私たちがやっちゃいましょうか。やっちゃいましょうか。はい、せーの、ゴー。はい、ではリサさんから直香さんの紹介お願いします。はい、始まってます。直香とは3年前ぐらいかな、はい、一緒にオフィシャルインフルエンサーをやってたんですけど、ちょっと違うブランドに移動してたのでお帰りなさいという感じです。エモダでは美脚担当のジャミオタです、はい、よろしくお願いしま す。はい、ではエリナさんからアイさんの紹介お願いします。はい、アイとは、大宮店で1年10ヶ月ぐらい一緒に働いてました。こう見えてふわふわしてるんですけど中身もふわふわしてます。はい、はい待って、愛とは1年10ヶ月間大宮店で一緒に働いてました。中身はとってもふわふわしてて外見もふわふわしてます。エモダのインフルエンサーでは初の2000年代生まれなのでベイビーちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。